トロピカルガーデンです、はい、今日はまたまたなんか2代目が悪いことしてるよまたまたそう紹介してないのがあるから、うん、ちょっと紹介しようかなと思って、うん、明日の追加分で、うん、ネットショップも明日更新、うん、はい、ネラベルセットもそろそろ更新したいんだけど、うん、それはちょっと近日で、うん、またちょっと、うん、置いとかないとね、うん、一気にだとね、うん、おかしくなっちゃうからね、うん、おかしくなっちゃう違う違う、このこ更新ができなくなっちゃうんだよね、うん、一気にやっちゃうと、はい、うん、はい、そんなことで、はい、じゃんめっちゃでかいんだけど、これでかいね、これはすごくない、うん、っていうかさ、うん、もうさ、もう自分でこうこれがいいって仕入れるときにね、うん、自分でチョイスしちゃうからさ、うん、みんな本当おすすめなんだよ、うん、だって自分がみんな好きなものを、好きなものって言ったらあれだけど、まあ、欲しいと思うものはね、そうそうそう、これだったら自分が欲しくないと思うものは、そうそう、仕入れたくないから、うん、でこれだったらみんなも欲しくないだろうって思うもんね、うん、お客さんが喜んでくれるんじゃないかって思いながら仕入れてるから、うん、だからみんなおすすめになっちゃうんだよだからおすすめがいっぱいになっちゃう、うん、嫌いなものってね、ほんと仕入れないからさ、自分で。でもさ、逆にさ、おすすめできないものを売りたくないよね。売りたくない、そういうものはもう下げちゃうから、うん、売りたくないから、うん、ね、うん、はい、はい、これはこれはね、パーティードレス、パーティードレス、うん、前回すぐね、そうそうそう、ねうん、今回、ちょっと多めにあります、うんうん、はい、とりあえずでもみんな立派だよ。次いつかまた入るかって聞かれてたよね、確か、うん、そう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 、もうとりあえずこの後の予定はないんで、うん、すごいね、あの空輸してくるのに重量があるから重さがすごい出ちゃって自分で運ばなくちゃうから大変なんだよ、うん、これがね何十個ってあるとさ、すごい重さ、マッチョになっちゃうから、うん、ね、はい、パーティードレスね、はい、これめっちゃおすすめ、うん、でかい、これ何回も言うけど本当おすすめ、こんなでかいのなかなかないよね。 でもね、次もね可愛いんだよ。これは好き嫌いがあるかな、コブがあるタイプだから、うん、好き嫌いがあるかもしれないけど、うん、自分的にはこういうの大好きだから、うん、でレイントロップのこれハイブリッドな、うん、だから葉っぱがちょっと大きめだよね、うん、でコブの出方もレイントロップよりちょっと大胆っていうかな、うん、レイントロップってさ、プチプチってこうまん丸、レイン、うん、レインでしょ、ね、レインじゃないの、うん、ちょっと大粒の涙って感じだよね、うん、かわいいよね、でもね、でもレイントロップみたいにさ、うん、これですごい真っ赤っかになったら可愛いだろうね。可愛いよ。なるか、ね、なりそうだね、外側の色味。ね、ほら、うん、ね。今ね、もう成長期になっちゃってるから、うん、少しあれだけど、可愛いんだけど、これも。うん、ね、うん、好きな人にはおすすめ、こういう系が。はい。はい、で、これヴィンセントカトーなんだけどさ、うん、なんかでかすぎてすごいなと思って。うん、本当に、こんなでかくなるって思うぐらいでかいよね。うん、でもね、すごいんだよ、もう繁殖の力が、うん、そうだね、うん、あの生産力がすごいんだろうね、やっぱね、うん、上手にさ、こんだけ大きくするって難しいから、うん、これもお得だと思います、すごく、はい、こんだけ群生してて、だいたい 1,2,3,4,5 頭ぐらいついてるかな、うん、他のもほら下にもね、ちゃんとついてるから、ヴィンセント加藤さん、ヴィ、うん、ンセント加藤さん、加藤さんね、これね、うん、これもネット販売します、はい、なんかすごいのがここに映っちゃってんだけども、今回これね、うん、ずっと探してたん、うん、探してて値段に見合ったのが全然なくて、うん、今回これは自分の中でこの値段だったらって思って輸入したんだけど、うん、今は値段を公開しないよ、明日公開します、うん、はい、これは多分値段と大きさで考えたらすごいお得だと思います。そうだね、こ、うん、んな大きいの俺も見たことないね、うん、手が大きいからちょっと大きさが伝わんないけど、ちょっと定規持ってくるね、こんなん手がでかい、指が6本あるもんね、うん、いいから、それ妖怪じゃん、それ多分大きいのでだいたい10センチぐらい、うん、他でも8センチぐらいはあるからかなり大きいと思う、これ、うん、そうですね、国内でこんだけ大きいのあんま売ってないと思うんだけど、うん、で値段は本当にギリギリまで下げてます、はい、はい、だっていろんな人にね、うん、育ててほしいから、うん、少しでもね、うん、お安く、はい、でも高いよ、お安くって言っても、うん、本当にこれ高い品種だから、そうだよね、うん、はい、プリスピットビューティー、はい、ね、リラシナの変種だよね、うん、変異種、
これは本当に今買わなければもうこっから後だと暑くなってダメになったら嫌だから輸入しない。輸入の時にダメになっちゃって嫌だからね、空輸の時に。それなんでこっから先はもう輸入しない予定です、うん、だからもし次農場にあれば来年輸入するけど、うん、もうこれでとりあえず今期で終わりです。はい、はい、でネット販売もします。くしゃくしゃにしたティッシュみたいな可愛いよ。でもほら何その例えどう思う2代目これくしゃくしゃにしたティッシュだってこうやって見るとあれなんだけど上からね、こうやって並べてね、画面越しに見るともうアートだよねこれね、うん、アート、うん、そうだね、すっごい綺麗なんだけど、うん、なんかこう部屋に飾りたいよ。どうコサージュ可愛くない入学式のコサージュに。そしたらもっと色があるのがいいね。あ、そっか。であともう一つ、はい、もう一つじゃない、もっといっぱいあるんか、うん、これはね、ハートチョイスで輸入したんだ。うん、ちょっとやっぱね、ギロドロップより、うん、メキシコティアズとかよりは色が青いんだよね、うん、でもハートチョイスってそうだったよね、うん、だからね、これ系が好きな人にはおすすめ、うん、自分がこれが好きだからさ、うん、このバンプがついてるエケベリアって大好きなんだよ、うん、だからこういろいろ仕入れちゃうんだけど、まあ、可愛いからね、うん、見た目で名前が違うからとかじゃなくて もう見た目で可愛いのがあったら個体の差が結構いろいろあるから、うん、見てもらうと分かるんだけど、うん、粒がまん丸く出てるのとか、うん、あとボコボコしてるのとかシャープな粒なのとかいろいろあるから見てもらって選んでください、うん、はい。でこれ前回もあった、あ、ほら、あったドドリーね、うん、これまだコブがない、バンプが出てないドドリーなんだけど、こんだけしっかりしてるからすぐ出ると思うんだ。本気を出してないドドリー、うん、まだ本気を出してない、あの栄養がたっぷり残ってるドドリーで、今回、うん、ちょっとみんなに見本が見せたくてさ、コブがもう出てるドドリーも用意してみた、うん、ただコブが出てるから値段まだ出さないでね。コブが出てるから、うん、高いです、はい、値段は高いです。ただしっかり出てます、うん、分かるかな、コブ伝わってる、うん、でなおかつこれ群生してる株です、うん、だから値段は高いけど高くない、うん、こう1個あたりで換算したらね、うん、多分かなりお得だと思う。でも数がそんなないから、うん、もうこれは早い者勝ちでお願いします。これいいよ、はい、ちょっとね、空輸の時にちょっとばらけちゃってるのがあるから、1頭が2頭になっちゃってるのとか、あ、2頭が1頭になっちゃってるのとかもあるけど、うん、一緒にね、セットでちゃんとポットに分かるように入れてあるから、はい、ほら、コブドドリーってこんな感じ、うん、で、今コブがなく販売してるドドリーはこんな感じ、うん、で栄養がいっぱいで育ってるからやっぱ葉がちょっと長いけど、うん、これが締まってくるとだんだんこういう風になってくるから、で栄養が抜けてくるとコブが出てくる、うん、まだねコブが出そうだなって感じではないんだけど、時期もね、そう、来ればそう、秋ぐらいに多分出てくると思うんだ、こっちも、うん、ね、うん、ちょっと楽しみなんだけど出るのが、うん、ドドリの見本はこれね、はい、見本っていうか次、うん、今回販売するやつね、コブがついてる、で名札にもコブ付きって書いてあって、商品名のとこにもあのバンプありって書いてあるんで、うん、もしバンプありをご希望の方はバンプありっていうのを、うん、間違わないようにね、うん、バンプなしの方は安いけどバンプがないからまだ出てないから、ただね、そんなにお金出せないなって人は安い方を買ってゆっくりゆっくりバンプ出すのも面白いよね、一つの楽しみ方だよね、うん、そうそうそう、はい、次ね、うん、これがね、2代目がこれ、うん、値段まだ映しちゃダメだよ、うん、2代目がね、1個取るね、うん、これいいよっていうのを見つけてきてさ、うん、あ、じゃあ可愛いからっていうんで、うん、ちょっと輸入してみたんだけど、うん、めっちゃ可愛い、見たら、うん、可愛いね、うん、確かにブルーミニマの錦、うん、多分そんなに国内で売ってないんじゃない、売ってないよね、まだね、あまりね、探したけどなかった、すっごい綺麗、これも極限までちょっと値段リーズナブルにしたいと思ってやってるんだけど、やっぱり元がすごい高いから、うん、元が高いからね、まだ値回ってるもんじゃないので、うん、
ちょっと高いけど、もし興味がある方は。めちゃくちゃ綺麗だよ、ほら、わかる、横から見ても、うん、で、正面から見ても、うん、ね、個体の差はそんなにない。しかも、斑の入り方がさ、うん、そんなに弱くなく、そう、しっかり入ってるんだよ、ね、マガベアナニシキみたいな感じだよね、黄色と緑と、ね、黄緑の感じのニシキ。そうだね、側面の葉っぱもすっごい綺麗、うん、きっとこれ、欲しくて来てくれる人いると思う。でも誰だかも見当がつく、あ、違うか名前言っちゃダメ、うん、ね、で、これはブルーミニマのニシキね、はい。あとなんか、あ、リップスティックの大きいのが入ってます、はい、で、めちゃめちゃでかいやつ、はい、はい、で、脇から子供が出てるよ、もうこれなんか他のも出てるのあるね、はい、で、あとがセンセーションと、センセーションと、これセンセーションね、もう紅葉が冷めてきちゃってるんだけど、センセーションって赤いエッジが、うん、そうだね、うん、可愛くなるよね、うん、ね、ちょっとぼかしたような赤いエッジ、すっごい可愛らしいエケベリアです、うん、だから次の紅葉が楽しみかな、ここで、あとピンキー、何ピンキー、ピンキー超可愛いんだよね、うん、アフターグロウとシスターだよね、ピンキーがね、そうだよね、超可愛いんだよ、これも自分が好きだからめっちゃおすすめ、うん、サイズはちょっとね、可愛いサイズだけど、育てていくうちにピンキーってでも行き立ちしやすいかな、ちょっと、うん、そうだね、そうだよね、だから水が少ないとカンテと一緒で下葉が枯れてっちゃうから水多めで大丈夫です。俺去年でかいピンキーちょっと一個やられちゃったんだよね。あ、そうな、暑さにそんなに弱くない、うん、と思ってたよね、うん、だから水があげなかったからじゃないその一言につきだね、ね、うん、カサンドラとかピンキーとかさ、カンテとかってさ、水あげなすぎるとどんどん弱っていく。そうだね、割と欲しがりだよね。そうカンテもそうだけど、うん、ね、そんな感じ。あと紹介してないのないよね、大丈夫、今回あっちはもう全部前回したんだっけ、置ききれなかったから、うん、あったもう一個、これはい、おすごい、かわいいでしょ、これで一株すごい、ブーケみたい、うん、だから寄せ植えにこうポキポキ折って使ってもらってもいいし、かわいい鉢にこのまま、うん、そうだね、大きめの鉢にくるめたらかわいいだな、うん、入れてもらってもいいと思うし、あ、もう一個あった、アフターグロウ、はい、はい、これまた入荷してるんで、ちょっと今回は前回よりは閉まった感じかな、うん、閉まってるだけか、うん、ビヨーンとはなってないから、うん、アフターグロウ、はい、はい、こんな感じかな、はい、はい、大丈夫、うん、うん、以上です。明日は11時から15時まで、はい、明後日も11時から15時まで、2日連続で営業します、はい。なんか最近さ、うん、紹介動画ばっかになっちゃってさ、うん、そろそろね、紹介飽きしちゃうとこもあるから、たまにはさ、時間あったらあれやろうよ、ね、うん、うん、あれ、あれ、俺の谷コーナー、俺の谷コーナーでもいいしなんかそういう系のさ、うん、ためになる。そうだね、うん、もう暖かくなってきてるしね、やることがいっぱいあるからね、うん、はい、そんな感じで、はい、じゃあいいですか、はい、はい、大丈夫、うん、はい、大丈夫、あ、ネットショップの更新は明日ね、うん、21時、うん、日曜日のね、日曜日、うん、明後日あたりに選べるセットも更新したいんだけど、その時はまたね、また紹介でね、うん、はい、お願いします、はい、はい、じゃあよろしければ、はい、チャンネル登録と、はい、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。